よし、やるか。少々ふざけが過ぎたな、麦わらのルフィ。
一つだけ言っておくぞ。どうあがこうとも、お前じゃあ絶対に。うるせえ、素直に。逃げられたが、どの道アルバーナに向かったエーデントが逃がさね。ビビはな、おエクセン、目に入るものみんなを助けようとするんだ。お前がいる限り死ぬまでお前に向かっていくか。俺がここで仕留めるんだ。もう遊びはこの辺でよかろう。俺とお前では海賊の格が違う。俺はずっと真面目にやってるぞ。砂が地面に吸い込まれてくる。リューサーを知らぬのか。土俵のいらねえ砂漠の便利だ。この砂、走るだけじゃ抜けられない。思いっきり飛んじまえば。訓練次第でいくらでも強い戦闘手段。この俺に勝てたことを存分に後悔するんだ。これ以上お前に付き合ってる暇はない。アルバーナへ向かうとしよう。待てよ、勝負はついてねえぞ。もう十分だ。誰だと思ってる。てめえのような口先だけのルーキーなんざいくらでもいるぜ。麦わらのルフィ、
このグランドラインにゃよ。苦しそうだな。だが、じきに楽になれる。くだらねえ時間を過ごした。なぜ戦うの？ D の名を持つあなたたちよ。 D？ どうやら無駄な質問みたいね。ぼちぼち時間だ。来てるみたい。状況は最悪ね。だけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ。諦めの悪さなら
たちは反乱を煽っているバロックワークを止める。ビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。ありがとう、みんな。分かってると思うが、この戦場には例の変身野郎がいる。いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな。分かったわ。あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと。ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。壁隊が釣れた。彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは、付き合った時間とは関係なし。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰ゲーイ。なあビビ、かっこいいもんな。私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちは円陣を組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕にはそろって包帯が巻かれていた。
バロークワークスに先導されて戦う海がどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずバロークワークスを倒しましょう。なりゃしねえ。お姫様たちが来たの。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのに。よお数が多いな。苦労しそうだ。
ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。ソドモを見下す。とも飽きてきたところだ。今まではうまく逃げられてきましてこの時まで必ず捕らえます。今はパクに女にかまってる場合じゃねえってのに。このままじゃまた逃げられる。こんな状況じゃなければ喜んで虜になるのに。ルフィさんたちは戦いを止めようとしているの。お願いだから協力して。この戦いの元凶はバルロックワークスと社長のクロコダイルなのよ。だったら今全体目標をバロックワークスに変更して。そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ。もう片方は俺が引き受けた。
ここはあちしが守る。敵はまだまだいる。早く助けるぞ。この感覚を待ってた。ヘラチョココップに苦戦なんて冗談じゃないわ。ここまで手こずるとは。わかった。タチキュウドラーキリソドラやれ！ダメ！切れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちを殺しなさい。どうせあちしは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさと、とどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバル友情の証、あちし、あちし泣かない。じゃあな。あ、とどめはさ、刺すのかよ。こっからマジ、お前の芸に付き合ってる暇はねえんだよ。
よーすらかにしてる。
刀に意志が伝わる。あとは俺に本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀の一本、俺の技を受け切れるとは思えねえ。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか。上等。一刀に居合い死死孫孫アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。傷一つつけられるようだ。お前の過去は知らない。そういうお前話をアルバムにでもしまっとる。かねないHey!
こいつ行くわ。まさか攻撃したやるよ。今ピーターが場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。攻撃手ってのはどこにいる？一番高い建物の上だって聞いたぞ。ちょっと攻撃手の場所を教えなさいよ。貴様らだって何度も目にしてる。どういう場所だよ。
怪しいぞ。急がねえとここが飛んじゃうんだ。早く攻撃しの場所を教えてくれよ。邪魔らだって何度も目にしてる。そういう話だよ。どうね、ならねえ高いところだぜ。場所を考えれば分かるんじゃねえかと。分かった。そこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。攻撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ。
こいつがポーネグリフか、ニコロビン。奇妙というか、なんというか。解読はできたのか。アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ、読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある？記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る、そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら、私にも考えがある。ワニはどこだ？ぶっ飛ばしてやるぞ、あいつ。
あの奥ワニっぽいな。